いつもはですねこの横板をね柔らかいベニヤ板で作ってまして、ここの地面を作ってしまってから、カッターナイフでこう横をこう抜いていくとこうカットしていくということを地面に合わせてねそのままカットしていくということをしてたんですけれども、今回は硬いヒノキの板ということで、ちょっとその作業ができないということに、ふと気がつきまして方向転換をしまして、地面を作ってしまう前にねここをある程度、当たりを取って切ってしまうという作業をしたいと思います。前回の動画でね以前の動画でここを貼り付けていましたがこのように、なんとかうまく剥がしまして、バラバラにして切りやすい形に今しておきました。こういう風に斜めにね道があるという設定で今やってますんでこの辺かなこの辺をちょっと一段だけ高くするとね、で、ちょっと薄い、発泡スチロールですね切り出した残り物ですねこれを使います。こうしようかな。でここをこう合わせてで紙粘土分ねちょっと盛り上がりますんでこの辺かなこの辺でいいと思います。最終的に少し断ち切るのでよいしょ。でこれで各板にねこういうふうに、地面の大体の当たり線がつきましたんで、カットしたいと思います。ヒノキといえどもね2ミリなんでね薄いもんなのでデザインナイフで切れますね。で特に木の目の方向と一緒なんでねいけますね。なかなかですね。このカットするときにこういうふうにこういうふうにしない方が絶対いいですね。この手ねこの手をここに置かない方がいいです。サクッてこういくときありますんでまあ何かでカバーするかこういうふうな感じでね持った方がいいです。シュッてこう走ることが力入れて切るときはあるんでねもう気ぃつけた方がいいです。まあこのくらいの高さがちょっと残ってれば紙粘土をつけてこう慣らしていく感じですね。でここの板のもうちょっとね削ったりしながらできると思うんで。それからですねここねここの断面なんですけど45度にカットしておこうと思います。45度じゃなくてもいいんですけどここをこういうことですね。わかります？こうね断面を鋭角にしておくと後で土を持った時にねこのここが辛い位置になるんですよね。断面の落ちた感が、よりかっこよくなると思うんで。こうちょっと斜めにしておきます。
はい、以上で完成です。はい、そうしましたらね、ちょっと接着剤がはみ出てるところとかもあるかもしれないので、乾燥後にもう一回ヤスリをかけて、それを取り除いた上でニス塗り作業に移りたいと思います。